はい、皆さんこんばんは、バルカロールです。今日はいい天気でしたね。もうこの間までの梅雨の豪雨がね、何だったんだろうなっていうぐらい今日はピーカンでいい天気になってましたね。天気良かったんでバイクで出かけた方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。私はね、今日兵道プラス浜松さんにまた行ってたんですけども、バイクの台数半端なかったですね。で、近場にあるナップス浜松店さんにもちょっと行ってきたんですけども、いや、そっちもね、バイクの台数半端ない台数でね、みんな元気いいなって思いながら見てましたけどね。はい、今日私バイク乗りたかったんですけども、今日ちょっとね、断念してしまいました。で、何やってたかって言いますとね、まあ先ほども言った通り、その兵道プラス浜松さんの方にね、行ってたんですけども、今日そちらの方でね、バイク用品の買い取りの業者が、まあ出店出してね、イベントやってますっていうことなんで、まあ私もね、やっぱりこれだけバイク乗ってますと、まあ本当に押し入れの中にね、たまりますよね。いらないバイク用品ってね。なんでこんないっぱい溜まっちゃうんでしょうね。別に用もないのに買ってきちゃうんですよね。困っちゃう話ですけども。まあそういうわけで、タンスの中の肥やしになっている、いらないウェアとかね。それから私が前乗ってた川崎の GGR1400。こちらのパーツが、まあね、まだあるんですよ。で、いや、あれも、こう、私、外装、GGR の1400のから、まあ、ちょっと転んじゃってね。で、カウルがバキバキに割れちゃったもんですから、まあ、ついだからカスタムしちゃうっていうことで、ZX14R のカウルを買ってきて、で、付け替えてたんですよね。で、その時に、こう、ヤフオクでね、さんざっぱら、ZX14R の、パーツをね、買い漁ってたんですけども、うん。おまけでね、イランパーツがついてきちゃったりなんかしちゃったもんですから、カウルが余ってんですよ、困ったことにね。で、まあどうしようかなと思ってずっとほったらかしになってたんですけど、まあいい機会だからね、これ売っちゃおうと思って、ね、今日持っていきました。で、まあウェアもね結構あったんですよ。で、うち2着、まあ兵道のメッシュジャケットと冬用のダウンのかなりあったかいやつですね、2着が全然着てないんですけども、なんだかもったいなくてどうしようかなと思って、で、まあ売っちゃおうと思ったんですけども、朝このいろいろねアイテムをこう集めてきて、ふと思い出して、で、会社にですね、まあバイク好きでバイク乗ってるんですけど、やっぱり新卒でお金がなくって、ウェアにお金かけれてない子がねいるんですよね。で、まあ私もその子にこう入ってきて少ししてから私が仕事を教えたりなんかしたもんですから、まあ私としてはね可愛がってるつもりなんですよ。他から見どうか知りませんけどね。で、まあその子にちょっと LINE して、兵道のジャケットが2着あると、で、まああんたがいらんなら、まあ今からね、兵道プラスの方に買い取り業者イベントやってるから、まあ今から売りに行っちゃうんだけども、あんた着るかねと、あとは着るんだったら、まあこのぐらいの金額、まあ、その子でも手が出るぐらいの金額ですね。で、もうね、譲るけどどうするっていうふうに、で、もちろん値下げ交渉ありだよっていうふうに、話を持ちかけたら、もうぜひ譲ってくださいと、もうすぐにね返事が来ましたね。やっぱりね、新卒の子って本当給料少ないんでね、お金困ってますよね。なんでね、兵道のジャケットはその子に譲ることにしました。で、まあ、着てないね、RS 対1のジャケットとかね、オーバーパンツとか、その辺を担いでですね、兵道プラスさんに走って行ってきたんですけどね。なんで、バイクで行こうと思ったんですけども、思うほか荷物がね、多くなっちゃいまして、これバイクで行けねえなと思って、残念ながらね、車で行ってきたんですけどもね。で、まあ、買い取り業者の方にお願いしますって持ってったんですけどもね。まあ、こう出店をね、駐車場に出していらっしゃってね、スタッフさん二人でやってたんですけども、まあ、やっぱり皆さん考えることは一緒ですよ。もう相当皆さん押し入れの中にね、いらない用品ありますね。なんで、かなり皆さんたくさん持ち込んでて、もう、てんやわんやの状況になってました。
そのスタッフ2人でもね、もうさばききれない状況になってて、私が着いたのがね12時ぐらいだったんですけど、まあ、あの申し訳ないんですが、あの3時間ぐらい待ってもらわないといけないですけどいいですかってんで、もう見ればね、これやばいなっていう状況わかるんで、ああいいですよということで、もうあの査定に預けるだけ預けちゃって、で3時間って言ってたけど、状況を見る限り、あのスタッフさんの表情を見る限り3時間じゃ多分収まんねえなっていう感じだったんで、まあ4時間ぐらい見て、まあちょっとね、久しぶりに浜松行ったんで、浜松市内をねちょっとどこどこ走って買い物してで行きゃいいかなと思ってね、まあ、浜松市内をね車でどこどこ走ってたんですけどもね、まあなんで4時ぐらいでしたね、査定が終わったのが、なんですけどもね、あのまあ私も客商売をしてたことがあるんです。お店で仕事してたことがね、アルバイトですけどね、やってた経験があるんで、大体その商品のまあ仕入れ値に対しての売り値っていうのが分かってるんですよ。なんでまああの大体の相場を考えればそんなに高い金額つかないよなっていうことなんですよね。まあこれね、皆さんこうあの高く買いますっていう広告出てたりするじゃないですか。高く買ってくれることなんてねないですからね。あの本当ね、だってそうでしょ。で例えばね、10万円の品物、10万円で店頭に並んでる品物を10万円で仕入れてたらね、利益ゼロじゃないですか。そんなお店成り立たないですよ。でしょ。せいぜい2万か3万ぐらいで買い取ってね、で7割ぐらいの利益を見て10万ぐらいで売ればお店利益出るじゃないですか。それが商売っていうもんでしょ。だからね、そんな高く売れるわけないんですよ。だからまあ大体これだけボーンと段ボールね、でっかい段ボール1個に詰めてったんですけども、これだけ持ってって、まあせいぜい値段がついても1万5千ぐらいかなって思ってたんですけどもね、はい、なんですけれども、はい、あのご覧ください、この通り新しいメッシュジャケットが、そして新しいあの、はい、胸部プロテクターがありますね。はい、つまりですね、そのぐらいの金額のお値段がついてしまったんですよ。いやー、やっちまいましたね。もう大喜びですね、本当に。で今回はですね、あのまあ現金ではなくって、兵道ショップで使える金券としての金券でのお渡しになりますよっていうことだったんですよ。なんでその分だけちょっとだけ査定金額がね上乗せされてるっていう話なんですよ。にしてもね、私的にはもう大喜びしちゃう、もう小躍りしちゃうぐらいの金額がついてしまったもんですから、もうあざーすっつって大きな声でお礼言ってですね、そのまま金券握りしめてね、あの兵道プラス浜松店さんのねショップに突入してってですね、スタッフさんをとっ捕まえて、あのメッシュジャケットを買ってしまったっていう、まあそういう話です。はい、なんであのもし明日もやってるそうなんで、もしあのね、愛知と静岡近辺お住みの方でね、兵道プラス浜松さんに行ける方は、あのタンスの肥やしをもよかったら持ち込んでみてはいかがでしょうかっていうことなんですけど、ただあのやっぱりね、スタッフさんも限られた人数でやってて、あんまり大量に持ち込むと大変なことになっちゃうみたいなんで、なるべく朝早い時間にね持ち込むといいんじゃないでしょうかね。あのもう3時ぐらいにお店戻ったらね、もうあの受付終了しましたの札貼ってて、でやっぱり持ってくるお客さんいらっしゃるんですけども、もうお断りしちゃってましたね。まあ大変ですよ、あの状況じゃ。まあどうしようもないと思いますけどね。なんでもしね、あのある方は急いで持ち込んでみてはいかがでしょうか。思うほかいい査定つくかもしれないですよ。はい、というわけでね、まあそんな感じでね、あのメッシュジャケット買ってきちゃったんですけども、まあご覧になるっていただくとね、今日ジャケット2つ写ってるんですが、こちら右側の方ですね、こちらはですね、あの去年買ってきた内水ジャケットになります。はい、ちょっとこのね、内水ジャケット着て去年そのビーナスライン、あの V4 三大ツーリングですね、行ったんですけども、いかんせんあんまり涼しさを感じられなかったんですよ。でそれをちょっとスタッフさんにお話しさせていただいたら、あのまあ開発コンセプトとして、実は私みたいにですよ、あのまあ
そもそもパニガーレ V4 なんてね、もうこの時期ね、下道を走るバイクじゃないんで、高速使わざるを得ないんですよ。で、高速を使って長距離を移動してしまうような乗り方をする人に関しては、打ち水ジャケットは効果は出ませんと。なんでかっていうと、高速道路を走って風を全身に受けてしまうので、汗をかかないんですよね。そうすると、この打ち水ジャケットっていうのは、汗をかくことによって、そのかいた汗を気化させて、気化熱を得ることによって、涼しさを得ている。そういうジャケットなんだそうです。なので、私みたいな使い方をしてしまうと、涼しくないですよ、ということなんですよね。はい。で、まあ、そういうわけでね、なんだか今日ね、なんか暑いなって思いながら走ってたんですけども、まあ、そういう開発コンセプトなので、どちらかというと下道をメインで走って汗をかく方がメインの、メインターゲットとしたそういう製品なんだということですね。なんでどちらかというと、まあ、中に着るものですね、半袖 T シャツ1枚とか、まあ、ラッシュガード1枚とか、そういったものを中に着て、で、まあ、素肌の上にこのジャケットを羽織るっていうスタイルで着ると、まあ、汗をかいてね、それを吸収してどん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 気化させていくことによって涼しさを得るんで、それによってやっぱり涼しさを得やすくなるっていうことだそうです。で、私はですね、こちら、はい、ちょっと持ってきますかね。こちらですね、マクナの、冷感ベストですね。はい、こちらを中に着ているので、これどういう製品かって言いますと、この首元にですね、水を入れるタブがあるんです。で、ここから水を 500ml ドバドバドバと入れて、シャカシャカ振って揉んで、で着るとですね、着て、まあ、走行風を受けると、中にこの冷媒みたいなものが仕込まれてまして、すごくね涼しいんですよ。これはすごい優れものな製品だなと思うんですけどね。これナップス豊橋の店員さんに激推しされて買ってしまったんですよ。結構お高い値段なんですけども、気になった方は、ね、買ってみてください。2万から3万ぐらいすると思うんですけどもね。はい、まあ、そういう代物ですよ。なので、これを中に着てしまった場合、打ち水だと風を通さないので涼しさを得ることができないっていうことなんですね。なんで今回店員さんに勧められたのはこちらのフルメッシュのジャケットになります。やっぱりフルメッシュで走行風をガンガン体の中に受けていくことになるんで、このマクナのベストを着ていると、まあ、圧倒的に涼しさを得ることができるっていうことなんですよね。なんでどちらかというと、私みたいにこの時期高速道路をメインで使う人っていうのは、メッシュジャケットを使った方がより涼しさを得やすいですよっていうことだそうですね。なんでこのねメッシュジャケットをね、はい、思うほかちょうどねこのメッシュジャケットが買えるぐらいの金額だったもんですから、買ってしまいました。いや、っていうかね、タンスの肥やしをせっかく処分したのにまたアイテム増やしてどうするんだっていう話なんですけども、打ち水ジャケットがタンスの肥やしになりそうな雰囲気になってきてしまいましたね、この話だとね。はい、まあ、ちょっとね、打ち水ジャケットはなるべくお散歩するときにね着たいと思います。はい、欲しい方いらっしゃったら DM ください。格安で、格安では譲りません、高いんで。はい、まあ、でも多分ね持っとくと思いますけどね、こちらね。で、今回買ってきたこのメッシュジャケットですね、これフードが取り外しが効くようになってまして、これフードついてるんですけどもね、これフード外して、乗れるようになってます。なので私みたいに SS 乗りはですね、どっちかっていうとフードついてると風でねフードがバタつきやすくなるんで、どっちかっていうと外して乗った方がいいんじゃないかなって思うんですよね。でもつけてますけどね、はい、外すのめんどくさいんで。まあ、そういうわけでね、この夏はこちらのジャケットでね過ごしていこうと思います。で、このジャケットなんですけれども、はい、今日買ってきたねこちらの、はい、ベンチレーションタイプの、胸部プロテクターですね、これにしか対応してないっていうことなんで、他にもね対応してるのあるんですけども、まあ、夏用だとねこれに対応してるっていうことなんでね、こちらを購入してきました。なんでこのプロテクター分の金額はね現金出ちゃってるんですけどね、そちらの方がねちゃんとお支払いしてきましたけどね。というわけで今日はそうなんです、タンスの肥やしを打ったのにまたタンスの肥やしを増やしてしまったっていう、そういうくだらない話でございましたよ。はい、というわけでね、今年の夏はですね、この
このセットで、マクナのジャケットと、このメッシュジャケットをね、このセットで走ろうと思います。ちなみにボトムスはですね、私兵道さんの、パンチングメッシュの、レザーパンツですね、こちらの方を使用してます。やっぱりバニガレ V4 ね、やけどするんで、去年の魔王くんみたいになってしまいますんでね、私それは避けたいんで、はい、そのセットで走ろうと思っております。はい、というわけで、だいぶ暑い時期になりましたんでね、皆さん本当に熱中症お気をつけください。はい、というわけで、またした話じゃないですけどね、ありがとうございました。バルカロールでした。皆さんさよなら。やっていうか、なんかこのコーナーね、あれですね、まあ、ツイッターで昔ってそんな昔じゃないです。ちょっと前にね、フリートークのコーナー、2分間フリートークのコーナーやってたんですけども、なんか楽しみにしてらっしゃる方がいらっしゃってね、なんかこんな程度のコーナーなんですけどもね、ありがとうございます。なんか前回のね、アバルト の, くだらない動画でもね、なんか最後の方ラジオ状態で聞いてられるわなんて言ってくださった方がいらっしゃってね、はい、ありがとうございます。まあそんなこんなで、まあバイク乗れなかった時はね、こんな感じで動画を上げていけたらなと思ってますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。というわけで、暑いね。てかね、今ね、これ締め切って、これ、収録してるんですよ。外の音がね、結構賑やかいんで、今、なんか、向かいの人がね、車入れ替えててね、エンジンの音がずっとしてるんですよね。暑いしね、なんで締め切ってやってるんですけども、もうそろそろ限界なんで、これで切り上げまーす。